最低限の結果で、まあ、後ろゼロに抑えれたっていうのは、まあ、ポジティブに捉えて、あとはボールを失わないっていうところをしっかりやっていきたいと思います。この後の試合でこの引き分けがいいものになるかっていうのが決まってくると思うんで、しっかり次の試合を勝ち切れるように戦っていきたいと思います。